コミックゼロサム神語りにさよならを。はじめまして、いろはさん。私が君の婚約者だよ。恋も愛も知らない。どちらも私には不要だと生まれた時に決められていたから。はじめまして。娘をよろしく頼むよ。お任せください、お父さん。これで次の代も安泰だな。お父様の言うことなら聞かないとダメなんだ。幼心に逆らえないと思った。だから胸の内に湧き上がる疑問と不満に蓋をした。一ノ瀬家は特殊だ。本家には女児しか生まれず、子は必ず霊感を持つ。代々親方様と呼ばれる神様を屋敷内で祀っており、対価として財を成すための助言をくださる。これを聞き伝えるのが霊感を受け継ぐ女児のお役目。親方様の助言を得て商いを成功させる才能を持つ男であれば、娘の言い名付けとして年齢は問わない。古くからそうやって栄えてきた家だ。わかるな。私には気配さえ感じられませんが、あの向こうに親方様がおわすのですね。私にも見えん。しかし妻とこの子にはそのお姿も声も届いて。素晴らしい。呆然として語る大人たちを薄気味悪く感じても、私は自分の気持ちを吐露することがどうしてもできなかった。いいか、いろは、自分の役目について母様からしっかりと習うのだぞ。この家の富が続くか否か、お前にかかった。夢忘れるな。富と名誉を死守するための道具、この家に生まれた娘として私に拒否権はなかった。母様もそうしてきたんだ。はい、お父様。いい子だね、イロハ。そんな私でも成長すれば、自分の置かれた環境への違和感を拭いきれなくなるのは、今なんて、時間の問題だったのかもしれない。イロハさんも今年で16だ。結婚できる年になった。日取りはこちらで決めておいたよ。結婚って？結婚式、楽しみだね。イロハさん！無理！やっぱりこんなの無理！お父様！どこへ行くのです？学校、書籍、テレビにネット映像、嫌が王にも頭に入ってくる情報たち。みんな自由に恋をして、誰かに愛されたり愛したりしてる。どうして私は好きでもない人と、おかしいって思わずにいられないよ。大丈夫？屋敷の娘。屋敷の娘、泣いてる。大丈夫？私の霊感は人外を見る。あやかしたちは家の人間よりずっと好意的で優しくて、ここに来るとしばしば泣きたくなる。私もみんなみたいに恋がしたい。お金なんかより自由が欲しい。ありがとう。それを言う勇気も逃げ出す勇気も私にはない。お前があの家の娘、一ノ瀬いろはか？角がある人型のあやかし、初めて見た。あなたは？この辺りじゃ見たことないけど。流れ者、鬼だ。新参の鬼。ああ、鬼だ。名は伊吹という。お前の境遇を耳にして興味が湧いてな。よっこいせ。名前のあるあやかし、珍しい。財を得るために己がこの未来を差し出す家か。ずいぶんむごい話じゃないか。人の命は短い。だからこそ数多の選択肢を自ら選びながら成長するものだ。お前は今のままでいいのか？初めてだった、そんな言葉をかけられたのは。周りの人はみんなうちの権力を恐れて
言葉を濁すだけ。実の母でさえも誰もそんな風に言ってはくれなかった。でも私には選ぶ権利なんてないもの。育ててもらった両親と家を裏切るなんて。あの家に義理立てる価値があると本気で思うのか。思いたくはない。いっそお前が家を捨ててしまえば誰も彼も正気に戻るやも。でもそんなことしたら父も母も使用人たちもきっと不幸になる。今まさに不幸なのは自分だろうに。秘匿というか水凶な娘だな。しかしそこまで言うのなら己の意志は捨てず人間として正しく富を築いてみせるのも手だ。意志は捨てず人間として正しく。そもそも神を名乗る化け狐を祀って財を得ようとした先祖の罪なぞお前が被ることはない。え、親方様は狐のあやかしだったの？神様じゃなくて？あれは他者を呪い落とし勝負に勝たせているだけだ。まあ商い人にとっては神に等しいか。知らなかった。あの、慰めてくれてありがとう。それにあなた物知りなのね。ん？もしかして鬼の神様？ただの鬼さ。長く生きた分知恵があるというだけだ。鬼って怖いあやかしかと思ってた。その角ちょっと可愛いかも。お、可愛い。初めて言われた。悪い気はせんな。鬼が触っても好きにしろ。ツルツルだ。俺もお前に触れていいか？それはだってそんな恥ずかしいので遠慮します。早いな。なんだ、自分の意思を言えるじゃないか。本当だ、私彼の前では言いたいことがちゃんと言える。その日を境に私は変わった。伊吹もまたその日から必ずそこにいてくれて私の話を聞き時に助言をくれて時に笑わせてくれた。身近な人間の誰よりもぬくもりを感じる存在だった。流れ者の鬼ならいつかどこかへ行ってしまうのかと尋ねると、寂しいのなら気の済むまでいてやってもいいぞと笑ってくれた。あのね、不思議なんだけど伊吹とこうして話していると私は一人ぼっちって気がしないの。生きてる時間が嫌じゃないし伊吹に会える明日が楽しみだって思いながら眠れるようになったんだ。だからなら約束だ、俺がお前を孤独にさせない。ありがとう。うん、嬉しい。それは長きを生きる鬼にとって幼子をあやす程度の約束だったのかもしれない。それでもその言葉が、優しさが、あなたという存在が私にとってどれほど救いだったか。刻一刻と近づく愛のかけらもない結婚式を目前に、はあ、やっぱり私はあの鬼が愛しいとそう思ってしまったらもう止められなかった。イロハ、お前は今何と言った？思い人ができました。婚約者とは結婚したくありません。誰の差し金でそうなった？自分の意思です。育ての親に恩義はないのか？お前はイミゴだ。今後は地下の祠に幽閉の身とする。自由など皆無と思え。お父様はそうまでして。あやかしも鬼でさえもぬくもりと優しさで包んでくれるのに、この家に生まれた女児は親方様と通じるためだけの道具に過ぎない。親方様、お助けください。何とぞ。最後に一目
息吹に会いたかったな。屋敷の娘の話を聞いたか？近頃見ないな。当主の怒りに触れたらしい。かわいそうに、いつだったかもあったな。逃げ出した娘は結局干からびるまで幽閉されて。今の話詳しく聞かせろ。お前のせいだ、よそ者。お前があの娘に自由意志など植え付けるから。かわいそうな人間の娘。あの娘は干からびるんだ。旦那様、イロハは閉じ込めたままでよろしいのですか？一緒というわけには。黙れ。なんならお前がまた産むか。時代のお役目を担う子を産ませた後、それが意味事ならぬよう、イロハは一生幽閉する。この家の血とは血縁ではない。代々霊感という呪いを受け継ぐ女のことだ。それを絶やす可能性のあるイロハを親方様は逃がさんさ。あれから何日経ったっけ。必要最低限の使用人以外見てない。地下への扉には親方様の結界が張られていて、許可されない者はあやかしでさえ入ってこれない。私本当に一生このままこの地下の祠で暮らすのかな。学校にも行けず、友達にも会えず、大好きな人とももう二度と会えないまま、一人ぼっちで死んでくのかな。そんなの嫌だな。一人になどさせないと約束しただろ、イロハ。嘘、来てくれた。え、結界は。ああ、ちょっと小突いたら壊れた。そんな軽い感じで。さて、よう神語り、貴様に話がある。あの結界を破るとは、神座、さすがは鬼よ。私に何用だ。お前が人間に助言するのは、己を祀らせることで力を維持するため、人の子のためではないだろう。ああ、その通り。互いにとっての等価交換。数百年この家の人間とはそういう間柄であった。なら娘一人逃がすくらい構わんだろ。イロハを解放してやれ。お前の言葉ならこの家の人間ははいはいと従うのだろう。それは困る。当代の一人娘だ。血が絶えれば私を祀る者も消えてしまう。血ねえ、醜悪な呪いだろう。しかしまあ、お前が人間に付与した霊感がなければ、イロハがあやかしに耐性を持つこともなかった。鬼の俺なぞ、イフの対象だったろうよ。この家の人間には虫唾が走るが、お前がもし話のわかるやつなら、霊代わりに見逃してやってもよかったんだが、どうやら交渉決裂らしい。ならばどうする、神座。待って、危ないことはしないで。私のせいであなたに迷惑かけたくない。イロハに会えないのは俺が寂しい。だからお前を解放する。この家からも、神語りの化け狐からも。解放だと？流れ者の一匹鬼が数百年人間に祀らせ力を蓄えたこの私を倒せるとでも思うのか。狐の変化不正が生き量さもわからんとは滑稽だな。人間を呪縛し続けた対価を支払え。娘、私の可愛い娘よ。よくよく考えよ。私とのつながりを断てば財を失うぞ。死に損ないが。私は親方様に依存するこの家から逃げたいと思っていました。ず
った。お金なんていらない。ただ好きな人と一緒にいられる自由が欲しい。お前の幸福は私と共に。今のはいい短歌だったぞ、イロハ。成長したな、俺は嬉しい。あ、ありがとう。ああ、すまんすまん。あの、ありがとう。来てくれるなんて思わなくて本当にありがとう。来ない理由がない。なぜそう思ったんだ。だって私が勝手に、いぶきのことを好きになってしまっただけだったから。これ以上の優しさは勘違いしてしまいそうになる。お、いろは、初めて会った時にした話を覚えているか。人生の選択肢の話だ。人の命は短い。だからこそ数多の選択肢を自ら選びながら成長するものだ。お前は今のままでいいのか。もちろん忘れるはずがない。俺はイロハに惚れているからここに来た。願わくば俺がイロハの伴侶となって、生涯お前の傍らでお前が歩む道を支えたいと思う。鬼の俺と共にある未来を選んでくれるか、イロハ。あなたに出会うまで恋も愛も知らなかった。あなたが隣にいてくれるだけで私の世界は彩るの。私も息吹が好き。あなた以外の人なんて考えられない。鬼だなんて関係ない。人間の私を選んでくれてありがとう。だがイロハを苦しめた両親どもに人は和吹かせんと気が済まん。殺しはしないが急を据えて、特に当主が許せん。でもお母様はともかく、お父様には霊感がないから、息吹の姿も声も。俺は鬼だぞ。人間の前に化けて出るぐらい朝飯前だ。え、そうなの。その後ものすごい剣幕で私を攻めに来たお父様たちを、彼は鬼らしく説得してくれて、正直胸のすく思いはしたけれど、実の親なのでほどほどにと頼みました。親方様の消滅をもって一ノ瀬家の呪いは断たれた。偽りの神に依存してきた家を、私はこれから人間として正しく支えていく。不安がないわけじゃないけど、でも、イロハ、大丈夫。一人じゃない。息吹と二人で紡ぐこの先の未来は、私にとって始まりの物語と呼べるもの。チャンネル登録はこれ。おすすめ動画はこちらです。グッドボタン、コメントもよければ頼む。